ごきげんよう。さきなおでーす。ゆりあちゃん。ちょっと顔始まってないね。顔がやばい。今からドバイ女子旅に出かけます。今日はジュリアちゃんと行きたいと思います。行きたいと思います。めっちゃ簡単な感じだけど、今から飛行機10時間そうだ、やばくない？12時間汗汗だね。汗汗です。でもちょっと楽しみたいと思います。え、ほんと楽しみだ。やばいね。行ってきます。エミレーツのラウンジに着きました。綺麗だね。めっちゃ広くない？大好きなエビ生春巻きがあります。美味しい。すごいね、こんなに豪華なご飯が食べれる。ジュリアちゃんの私のやばいご飯はやばい茶色すぎて緑を入れたい。はい、席に着きました。想像以上にすごくて、エミレーツのあのビジネスクラスは本当にすごい聞いてたんですけど、想像以上にめちゃくちゃ綺麗です。はい、このような感じになってます。すごく広いですね。枕とかもついてるし、こんな感じでヘッドホンとかね、お布団とかもついています。しかもなんか映画とかもなんか日本語字幕で出るらしいので、すごく見やすいし、ないとこあるとこあるからね。おしぼりも入ってます。朝食が来ました。私頼んだのがシナモンオートミールのフラップジャック頼んだんですけど、こんな感じです。あったかい、こんな感じです。着きました。あったかいね。すごいあったかいけど、不思議な感じ。さっきの不思議な。お疲れ様。はい、今ですね、荷物を待ってるとこなんですけど、初のビジネスだったね。初のビジネス、よかった。めちゃめちゃよかったで、ほぼ12時間で全く苦にならなかったし。ご飯食べた。食べた。違うもん食べてたよね。そう、食べたんでしょ。そう食べたんだけど、まあ、さっき見たと思うけど、でも本当に美味しかったし、映画も見たし、まあ、最高。日本語できる日本人のスタッフさんもいたから、なんかね、ちょっと軽くお話ししたりとかね、すごい楽しかったです。よかったね。行ってきます。はい、今ですね、アドレスドバイモールの今日泊まるところの、あの1階ラウンジのところに来てます。ロビーだね。ロビーです。ちょっと紹介したいと思います。かわいいよね、ここ。行こう。すごい綺麗。これ国旗でしょ。国旗、めっちゃ綺麗。本物だからね。私本当にね、バラが大好きなんですけど、めちゃくちゃいっぱいバラが使われててテンション上がってます。イエイ。スパイススークに来ました。なんかスパイスとかいろいろ売ってるところなんですけど、すごい、美味しそう。てか熱すぎる。熱い。今歩いてるんですけど何度ぐらい映ってる。じゃあ見て、あ、売ってる。すごいすごいすごい、イメージ通りだね。何この化石みたいなの。香りがめちゃめちゃ強い。
これ見たことある、こんななんだ、すごいですね。涼しいね、やっぱ日がないだけで本当に涼しい。これ何、これ何ウコンかな。こんにちは、こんにちは、初めまして。今ですね、ミックスジュースを買いました。 100% だよね。そう、ジュース買いました。めっちゃ美味しい。300円、約日本円で安いよね。300円、全部入ってるよ。めっちゃ美味しい。今頃になります。すごーい、なんかディズニーランドみたいじゃない。イエーイ。すごいすごい、これどこに行くの。後ろ下あ、書いてんの。カレーなんだけど、カレーの味。私何なんだろう、帰りに来る。綺麗だね、夜の方が。かわいいね。おはようございます。2日目です。電気が使えなくて髪の毛がストレートです。アルサルカルアベニューに行きたいと思います。すごいこだわりのあるチョコレート工場らしい。まぶしい。こちらです。着きました。おお。ピカ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 。なんだろう、タイが美味しい。これはバラ味です。試食がいい。え、バラっぽい。めっちゃバラっぽい。香りすごくない。香りやばいね。ここがチョコレートを作ってるところみたいです。ここのチョコレートは一から全部工場で作ってるみたいだから、すごく思い入れのあるチョコレートらしいです。しかもパッケージも一人一人手作業で包んでくれてるらしいから、めちゃくちゃ可愛い。今ですね、ドバイの香水屋さんに来てます。2001年ぐらいから作られたみたいで、ここなんですけど、めちゃくちゃ高級な感じの香水屋さんです。はい、こんな感じでいろんな香水があります。もう見た目がすごい派手で、ちょっとアラブっぽさがある。あー、いい香り。でもちょっと日本を感じるような香りじゃない。うんうん、夏な感じ。アラビックコーヒーをいただきました。2日目のランチです。すっごい可愛いお店に来ました。イエーイ。今選んでます。来ました、サラダ。ジュリアちゃんはタピオカを頼んでました。またデーツがいる。待ってください。あ、いいね。サラダです、中身も。いいね。いただきます。今からドバイで世界で一番大きい料理である、ここに見えてるアクアリウムに行きたいと思います。アクアリウムというか、水族館みたいな感じですね。あ、すごい近い。めちゃめちゃ大きいね。すごい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。ものすごい画角で。すごい大きいでしょ。あ、寝てるの？かわいい。ぽよぽよしてそう。すごい。すごい、見て、ここの下のドームから行けるみたい。
ちすぎて。めっちゃすごいです。これ日本一高い、あ、世界一高い建物でーす。でん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 。はい、今着きました。やばい、148階の555メートル。こんな感じです。だって超高いビルたちがこんなに下にいるんだよ。もうなんか別に怖いとか感じなくなってるな。噴水中。今日ドバイの建国記念日ってことで、でもやってると思ったんですけど、これ毎日やってるらしくて、すごくない？毎日だよこれ。すごいよ、お祭り騒ぎ常に。今日でもなんかね、そのこのここに入ってるタワーがすごい光ってたりとか、ドバイの国旗カラーに。ありがとうございます。コーラが来ました。コーラ到着。やった。光ってたりとか、すごいなんかね、人が多かったりとかするのもちょっとそのためなのかなって思ってます。はい、楽しい人が多い。おはようございます。3日目。あれ、3日目だよね。3日目です。今日ね、編み込みしたんですけど、もう本当にヘアアイロンが使えないとこんなに大変なんだって思い込んでます。今日はもう一番楽しみにしてたことをやります。私人生初なんで、ちょっとみんなも楽しみにしててください。ドバイフレームです。すごい規格外だよ、本当にでかっ。え、上行けんの？これ建物なんだ、ちゃんと。すごい。中には小さい博物館みたいなのがあります。すごいね。あ、なんかすごいすごい世界観が本当にすごい。こんな感じです。ドキドキするなんか。あ、すごいすごい。エレベーターです。これ上の方が怖いんですよ。あ、無理。いや、怖い。ゾゾってするよね。あ、すごい景色綺麗になってきた。めっちゃすごい、想像以上に高い。綺麗。あ、海が見えますね。本当だ。ジュリアちゃんは恐怖症なんだっけ。恐怖症じゃないかもしれない。わかんない。着いたよ。着いたね。着きました。ゼロ。そして It's 150 meters high。 見て、これはめちゃめちゃ怖い。これ怖い。本当にやばい。行って行って。めっちゃ怖いね。怖いんだけど。めっちゃ怖い。え、これ本当怖い。みんなが思ってる以上に超高いから。もう一回行こう。一緒に行こう。一緒に行こう。せーの。山の手っていう日本のパン屋さんらしいです。日本のお茶だ。え、見て、可愛くない？あ、可愛い。コーヒーって書いてある。すごい。日本の人も馴染みやすいかもしれない。これだったら写真撮ってますね。はい、今ですね、プールとか海とかあるラメラースに来ました。ラメールに来ました。コンセプト様々でめちゃくちゃ可愛いです。今ね、あそこにあるみたいに、ほら、プールとか海とかあるんですよ。あ、海見える。ほら、わかるかな。あそこには海があって、プールがあってっていう、すごい面白いとこですね。で、なんかコンセプトあるんだろうけど、めちゃくちゃバラバラで、いろんなのがあります。
南国ですね、なんか南国チックな感じで、あっちの方とかすごくいい感じ、すごい好きなところかも。でも本当何度も言いますけど治安がいいので全然余裕な感じです。はい、ラブラブ。ほら、すごいいい感じ。ビーチの方に来ました。砂、意外と透明度があった。3日目のランチ。何か飲みました？こちらはバナナとアボカドの。すごいね、本当アボカド好きね。確かに。パンパン。やったレモネードです。レモネード。うん、超美味しい。甘っ。甘いの欲しかった。甘酸っぱい。甘い？甘酸っぱい感じ。そうなんだ。美味しい、うん。ここめちゃめちゃいいです。てかこの場所がいいよね。夜にも来たかったな。なんかいろんなとこにライトとかついてたからさ、うんうんうん、絶対綺麗に、うちらの好きなオレンジの光で絶対綺麗。ご飯来たらまた紹介します。はい、来ました。すごくない？まんまサラダ。すごい美味しそう。美味しそうだね。全然関係ないけど外も最高です。はい、今ですねホテルに戻ってきたんですけど、砂漠は人生初なんでちょっとね衣装を、民族衣装みたいなやつを買ったんですよ。ワンピースみたいなやつで、これ今のアウターみたいな感じの、なんかローブみたいな感じなんですけど、もう完全に頭も買ったんで、ちょっとなりきってラクダちゃんに乗りたいと思います。はい、今車に乗ってます。ジュリアちゃんは青の伝統的な衣装、私が緑でーす。なんかすごいディスカウントしてもらって相当安くなったんで、これは嬉しいです。ラクダに乗るのめっちゃ楽しみにしてました。本当楽しみで、まず砂漠に行くのも初めてなん でそこでご飯食べたり、なんか伝統的なダンスを見ながらご飯食べたりとか、とか私の大好きな鳥に会ってきます。本当に嬉しい。楽しみです。こんな感じで、なんかすごいこっち車に乗っていい感じに動いてます。行ってきます。着きました。すごい、もう360度見て、髪の毛がすごいボサボサになるんですけど、見て、かわいい、かわいい。ラクダさんたちが待ってます。うちらが乗るのを。かわいいね。いい子ちゃんだね。めっちゃうんちしてる。ほら、コロコロコロって今、乗ってもらってます。かっこいい。 Thank you。 あ、すごいすごい。いいね。うん、かわいいね。両手と話してる。片手怖い。携帯落ちそう。今乗ってます。携帯落としそうで怖いです。ジュリアちゃんが後ろにいます。イエーイ。しかもなんかテントみたいなところで食べてるの楽しいね。大丈夫。あ、いい感じ。わー、おいしそう。踊ってくれてます。すごい上手。この二人は兄弟です。前がお兄さんで奥が弟さんです。マリオとルイージの逆バージョンですね。はい、おはようございます。4日目です。4日目は、まずハッタってところに来て、蜂蜜を作るのかな、作るのかな、楽しみたいと思います。なんか可愛いよね。ここすごい可愛らしい場所です。蜂蜜の場所、うん、
イエーイ、うちらの格好前髪やばい。いい感じじゃん。ね、うわすごい、止まるんでしょ。足大丈夫？思いっきり出てますけど。足大丈夫？大丈夫って言われてね、頑張りたいと思います。すっごいいい天気です。見て、わー、買ってみます。いろいろあるみたい。なんか蜂蜜はね、なんかね、全部使えるみたいだよ、作ってくれたら。今ですね、カヤックをしに来てます。もうね、私多分ね、もう4年分ぐらいの太陽を浴びた気がします。自分がないよ、見て、太陽の逃げ場がない。これに乗りたいと思います。でね、今ね、つけてるこの帽子なんですけど、これ後ろがこうなってるやつは現地で買いました。謎のカフェみたいなところに売ってる2500円ぐらいのやつを買いました。帽子持ってきてなかったから、ホテルにはあったんですけど。気持ちいい。でもなんかもう空気が澄んでいる。すごいです。乗ってまーす、乗ってまーす。なんとジュニーちゃんがめっちゃ回ってる、操作してくれてます。イエーイ、気持ちいいね。気持ちいい。全然進んでないね。なんでこれ、どうして、これさ、こっちは何なの？バックバック、そっちバック、こっちはスピードって言ってなかった？こっち前、こっち前なの。回ってる回ってる回ってまーす回ってるんだけど。山山がすごいです。レバノン料理です。ハエがたかってます。なんでハエたかるの？もうドバイグローバルビレッジにやってきました。すっごいの、なんかね、想像以上にギラギラでめちゃくちゃすごいです。ジュリアちゃんは指までやったんだよね。そう、指までやったの。かわいい、いい感じ。色が濃くなってきました。世界のいろんなところがあるんですよ。ブルジュハリファーもあるし。ほら、かわいいよね。でインスタ好きな人だったらもう常に写真撮るぐらい。見て。多分すごいいいと思います。カチューシャ売ってました。欲しいけどちょっとな、似てるデザインあるからな。日本がありました。あ、なんか、え、なんて言うんだっけあれ、なんか首里城っぽくない、なんかなんて言うと、なんかあのドラゴンのやつ。あ、それ隣だった、間違えた。 Thank you for riding. Thank you for riding. 時の茶が乗りに行きました。セットアップドウィローバー日本バカオフリマトライディポー。Guide the ride, guys. 怖い。一番端っこに乗ってます。楽しかった。よかったね。よかったね。よかったね。めっちゃ楽しかったです。もう体が軽くなって目覚めましたので、私はもうなんぼでも動けます。はーい、ドバイ最後のご飯はなんとインド料理です。確かにそうだよ、やばいよね。こちらマンゴーらしいです。じゃーん、ドバイガーデングローにやってきました。めっちゃ綺麗。鳥がかわいい。かわいい、最高です。ね、てかもう私のためにあんのかな。行ってきます。鳥いっぱい、もうド派手。わー、なんかすごいんだけど、やばくないですか。すごい、日本じゃないよね、この斬新な感じ。めちゃめちゃすごいです。はい、帰りの飛行機です。帰りはエコノミーです。感じで一番後ろの席だったね。何か見ようかな。何か見ようよ。何か見よう。見る。ね。10時間そう、帰りは10時間。ちょっと早くなるんですよ。バイバイ、ドバイ。バイバイ、ドバイ。